ミンツェンティ・ヨージェフは、ハンガリーのカトリック教会の数奇教。第二次世界大戦後の1945年10月から、約28年間、エステルゴム大司教を務めた。教会の自由の一貫した擁護者であり、逮捕、投獄を経験しながらも、共産主義や、その迫害の反対者として知られた。 ペーム・ヨージェフとして1892年3月29日にオーストリア・ハンガリー帝国のチェヒミン・ェントで生まれた。父はハンジであった。1915年6月12日に司祭に除外され、1919年2月9日から3月15日までの間、白爵カーロイ・ミハイリン次大統領を主犯とする。 ハンガリー人民共和国政権下で逮捕され、釈放後8月1日のハンガリー評議会共和国の崩壊まで故郷の村に軟禁された。1941年に新しい名前を自分の故郷である村の名前の一部から取った。また、この時期にはファシストの野獣字党に対抗して独立小農業者等に加わった。 1944年3月25日には、ベスプレームの司教に除解された。同年11月26日に、いや十字党政権の反対で逮捕され、反逆罪で起訴されたが、翌1945年4月に釈放された。第二次世界大戦終了後の1945年9月15日、エステルゴム大司教に指名された。 1946年2月18日、教皇ピオ12世により、数奇教に任命された。1948年、政府により、ハンガリーでは、多くの修道会の活動が禁じられ、残りの修道会の活動も、大幅に制限された。同年12月26日、ミンツェンティは、再び逮捕され、外患罪、共謀罪、及び新たに成立した。 共産党政府の法律に反対した罪で告訴された。逮捕される少し前に、彼はいかなる陰謀にも加担せず、あらゆる告白は脅迫の結果であるという趣旨をノートに書いた。共産党政府により投獄されている時、彼はアメリカ人と共同でハンガリーに反抗したと告白したという。強要された告白の中で、オットーフォンハプスブルクを 東ヨーロッパの皇帝にする目的で、聖首都バーンの王冠を含むハンガリーの王冠を盗む指揮を取った共産党政府を取り除くよう策謀し、第三次世界大戦を計画して戦争がアメリカの勝利となった暁には、彼自身はハンガリーで政治的権力を約束されたとを認めたとされた。1949年2月3日に後半は始まった。 2月8日には共産党政府に対する反逆罪で終身刑の判決を下された。政府はミンツェンティのケースに関する書類という彼の告白を含んだ証拠を収録した本を出した。ミンツェンティは法廷に入り公然と非難された罪を告白した。2月12日、強行ピオー12世は裁判及び判決に関わったすべての人物に対して 波紋を宣告した。教書、アチェリモモエローレで公式に数奇教の東国を避難し、数奇教が虐待されていると述べた。ミンツェンティは、後に、ゴム製の警棒で、告白する、要同意するまで殴打されたと語った。1956年10月30日の、ハンガリー動乱の最中に、ミンツェンティは、牢獄から釈放され、翌日には、ブダペストに戻った。 11月2日、彼は反抗者を称賛し、その翌日には反共産主義的進展に対して好意的なラジオ放送を行った。後に、カーダール・ヤーノ種の自称、労働者と農民の政府は、ハンガリー動乱が本質的に反革命的であることを示すために、彼の演説をハンガリー動乱の境会、帝国主義的影響の証拠として利用した。 ブダペストのアメリカ大使館だとされた共産党政府を復活させるためにソ連が11月4日にハンガリーに侵攻するとミンツェンティはナジームレの助言を求めてブダペストのアメリカ大使館に政治的避難所を得た。以降彼は15年の間そこから離れることはできなかった。1960年末ハンガリーで文化及び宗教的問題を管轄していた。 共産党政府のアツエール・ジェルウジュは、ミンツェンティが重病にかかり、起こりうる彼の、殉教の噂が広まることをますます不快と感じるようになった。しかし、アツエールは、カーダールヤーの種に、ミンツェンティの解放はバチカンに価値ある混乱を引き起こし、国に、聖職者を、よりよく管理し得ると確信させることはできなかった。アメリカ政府にとっても、彼の滞在は不都合となった。 ブダペストの大使館はすでに人数が過密で、彼の居住地域は有効なスペースを占有しており、しかも追放されない限りは拡張許可が、ハンガリー当局から得られなかったためであった。エステルゴムのミンツェンティ博物館にあるミンツェンティのデスマスク結局、教皇パウロ6世は、妥協案を出して、ミンツェンティを歴史の犠牲者であると宣言し、 彼の政敵に対して課された波紋を無効とした。1971年9月28日、ハンガリー政府はミンセンティに出国する許可を与え、10月23日より、彼はオーストリアのウィーンに亡命した。彼はバチカンの援助によって、無検閲での回想録出版と引き換えに、ハンガリーの首都大司教の職を辞すというローマの助言を受け入れず、 通例司教は75歳近くで引退するところを、ミンセンティは絶えず、彼が辞任するという噂を否定し、大司教の座に留まり続けた。1973年12月、彼が81歳の時に、教皇は、ミンセンティの称号を削除し、エステルゴム大司教の座は、空位となったと公式に宣言したが、教皇は、ミンセンティが存命の間は、 公認者の使命を拒んだ。1975年5月6日、ミンセンティは亡命先のウィーンで亡くなった。翌1976年初めに、教皇はレイカイラースロー司教をハンガリーの首都大司教に任命し、共産党政府との長期の争いを終わらせた。レイカイ司教はカーダルヤーの主政権に対して極めて有効的であった。 チリのサンティアゴにあるミンツェンティの記念碑1991年、彼の亡骸は新たに民主的に選ばれた政府により、エステルゴムに戻され、エステルゴム大聖堂に埋葬された。ミンツェンティの生涯、ソビエト独裁のハンガリー及び共産主義に対する戦いは、1950年の映画、反逆の罪で、 部分的に個人的な文章に基づいており、チャールズ・ビッグ・フォードが彼の役を演じている。ありがとうございます。